はい、皆さんどうもこんにちは、マーロです。今回なんですけども、今回ですね、来ました。ついに来ましたね。この冒頭の挨拶でわかると思うんですけど、はい、実況者、配信者、アイテムパックということですね。今回来ましたね、こちら。公認実況3人の、アイテムが出たということなんでね、こちらの方、今回は、当てるガチャ動画の方撮っていきたいと思います。で、左から、これが無課金さんですね。超無課金さんアイテムと、こちらフェイタンさん。どうしたんですか、人殺したんですかって顔してますが、はい、ちょっとこれさ、俺初見なんだけど今、初見なんだけどさ、マロ、なんで顔こんなうぜえの、なんか顔めちゃめちゃうざくね、なんかジャンさんって言った時のこのしゃくれた感じの顔を見ない、すーごい、これはしゃくり触るわ、しゃくり触りますね。はい、ということで今回はですね、こちらのガチャを引いて、3個とも全部当てたいな、3個全部当てたいなと思います。で、まあ、正直なんかね、ツイッター見てたんですけど、僕旅行行ってて、5日間ぐらい旅行行ってたんですよ。昨日まで5日間ぐらい旅行行ってて、青森以外ですね、東北全部回ってきたんですけど、結構ね、その間に出てた、その間にこの公認実況者のガチャが出てて、で、そのツイッター見た感じ、結構簡単に当たるみたいな、結構あんま金かけなくても当たったわみたいな感じのことを見たので、あまり別に課金しなくてどうよかなと思ったので、とりあえずその都度課金してちょっとやっていきたいなと思います。全部当たるまで引きたいなーっていう気持ちではやっていこうかなと思います。まあ、正直こいつはいらないんだけどさ、こいつちょっと顔うざいしいらないんだけど、まあいいだろう、まあ狙っていくか、よし、まあ、ということで皆さんいきますよ、せーの、にやっていこうじゃん、まいかー、ということでいきましょう。さあ、ということで、今ね、207金券という、なんとも微妙な金券数あるので、とりあえず5回でもしかして出るかもしれないからね。5回で出たらこれガチャ終了だから、これ。これガチャ終了だから。とりあえずまず5回引いていきたいかな。とりあえず5回で、全部当てます。5分の3。いかがいたすか。いきます。はい。あれ、なんか3個しかなくねえか。ちょっと待ってくれ。あれついに詐欺られた。素直で詐欺られがちな私、ついに詐欺られましたか、これ。3個しか出なかったんだけど、なんでごめん、そういうシステムなのかな。ちょ、当たらなかったんで、課金して、狙っていきたいと思います。よし、ってことで、とりあえず、1万円分、5280金券、ちょ、課金してきたので、ちょ、こっちは引いていきたいと思います。いや、すんなり出てくれよな、本当にすんなり出てくれよな。マロは別にいいけど、フェイターさんは欲しいだろう、さすがに。フェイターごめん、こっちも欲しいんだよ。この2つ、欲しい。お前はいらねえけど、ちょ、とりあえず、最大、10連、かな多分。引いていきます。400金券が安いな。安い男になったな。ごめんなさい、フェイターさんは高い男なんでね。すいませんね。はい。マクフィーさんは高い男なんです。すいませんね。はい。よし、いけ！私10回分引いたよね、今。私最大10で引いたよね、今ね。1、2、3、4、5、6。なんたる微妙なこの数。何これ。詐欺これ、ほんとに。詐欺ガチャなんすか？ 10 回分引いて6回しか出てこんないけど。なんなんだ、俺。え？ちょっと待って、毎回こんな感じ？ちょ、毎回こんな感じ。10回引いて6回しか出ないの？もはや4個しかなくなっちゃった。もはや4個しかなくなっちゃった。これダイヤがまとまってんのかな？ダイヤにまとまってんのかな、これ。同じアイテムはまとまるみたいな仕様？せこいですよね。だってダイヤがさ、例えば、ねえ。11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 
何も面白くないじゃんこのガチャ。何これ、しかも出ねえし、腹立つわこの顔マジで。頼む。はい、え、お高い、まさかお高い男、お高い男三人衆でした、まさかこの左三人。うちさる、うわ、この顔、この顔で3日間とか出られたらマジでこデコピンしたくないのか画面、これ画面、おーい、デコピンしてしまったわ。ちょ、どんだけ出ないんすかこれ。え、マジ結構出やすい。おエイタンさん、結構ヤンキーが近所のコンビニ集まる時のファッションセンスしてますよそれ。おお、出た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 、マント、まあ、これはまあありあり、これはあり、これはあり、まあかっこいいしね、かっこいいし。よし、ってことで無課金アイテムコンペ、よっしゃ。で残るが、より関わりがあるこのお二方、お二方なんですが、出
ないかな、出てほしい。で結局だってさ、これさオレンジ枠なんだよね、言うてもオレンジ枠なん で確率はこんな感じか、 1.154% なレアすぎん、なんかすげえ確率低くね、ダイヤ 41.667% ダイヤほぼ半分のが振り付いてるじゃん。じゃあさ5個しか表示されないのも納得だわ、それ納得になっちゃうわ、マジっすか。じゃあこれさ今400聞いて5、6個出てダイヤがそういうことでしょ、ほらもわー、うんこ、なんだこのガチャ、なんだこの闇ガチャ、闇すぎだろ、現状ダイヤの価値がない時点でこの価値やみすぎだろう。あ、そうだ、ツイッターで言ったんですけど、もしねこれね僕のアイテムを作っていいよって言われるようになったらね、絶対僕車出します、僕絶対車出します、ジャマイカ、あのフェラーリのちょっとしたぐらいの性能で、金券かダイヤスレスレの感じなんだけどダイヤガチャで引けるっていう、そのジャマイカ、新しい性能のいいジャマイカをですね僕は出したいなと思ってますね。もしねここでダイヤね集めて引きたいなっていう感じですね。まあ多分叶わないけどね、この夢は叶わないけど、うえいらない方、いらない方来たやったちょっといらない方来た、いやーいいですね、運営さん、作者さん、運営さん、顔の形が存分に表現されてますね、あいつの丸顔を存分に表現されてますね、いいですね。この服は何なんだ、これ何なんだ、上側の被り物なかったらこれ多分孫悟空みたいな、そうしたらクリリンだ、どっちかって言うとクリリンみたいな服装してるけど、なんだろうなこれ。まあいいや、とりあえず当たったね、とりあえず当たったから、あとフェイタンさんだけかな、1万円でコンプできんじゃねこれ、意外と残り30年ぐらい引けるね、さあ行きましょう、はい、なんもなし、いやー見事に青いね、よしさあ行きましょう、フェイタンさん頼む、ちょ連打しとこうか、ちょ、ね、慣れとこ、フェイタンさんちょっと慣れとこ、慣れたらずれる、フェイタンさんずれないで、フェイタンさん、あーできた、ちょ画面を固定してフェイタンさんちょっと撫でる、フェイタンさん、メガネを拭きしますよ。キュッ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 と。メガネを拭きします。皆さん、大丈夫ですか？髪の毛とか、ちょっと分け目ちょっとずれてますよ。フェイタンさん、ちょっとずらしますよ。オッケー。よし、行きましょう。フェイタンさん、コビ打ったところで、出る！いらない方！もう一回出た。くっそ、しかも、チケット1枚かよ、このレア度で。このレア度で、俺チケ1枚かよ。めちゃめちゃ、えぐいな、このガチャ。頼む！ラスト、フェイタンさん。出てくれ！フェイタン！です。出ないよ。いやちょっと悩むな。ここでフェイタンさんだけのためにどれぐらい課金をするか。これは愛が出ますね。これフェイタンさんへの愛が出るわ。これフェイタンさんへの愛が出るんだけど、1万円で2体出ちゃってるんだよね。1万円2体出ちゃってるからさ。これ愛が出るわ。ちょっと課金額ちょっと悩むけど。どうしよう、よし単純計算してちょっと3分の1よりもちょっと上ぐらいの課金した、うん、これ課金した、この左側2個目のこれフェイタンさんの思いは1万円の3分の1ということで、さあ頼む、実質1万円で2体出てるから多分足りるとは思うんだよね、これ足りると思うんだけど、頼むから出てくれ、すんなり出てきて、フェイタンすんなり生まれてきて、本当にお母さんを忘れはせないで、すんなり出てきて来ない、いやフェイタンさん生まれるとき苦労したんだろうな、結構こんだけ頑固に出てこずにさ、お母さん大変だったわよ、本当にお母さん大変だったわよ、生まれて3日、あー3日で大きくなったわね、3日で大きくなったわね、あなた、いや頼む、あと30年頼む、ごねてくる、俺のガチャには出ねえと、俺の爆死させてやる、邪魔爆死させてやるみたいな、この感じ出てますわ、頼む、うわ出ない、いやだー、フェイタンさんに爆死させられようとしている、今ちょうど爆死させられるという、あのマロが素直に出てきたのにフェイタンさんが出てこねえ出てきてくれ、頼む、いや3日を集めてったらもう何ヶ月か持つよこれ多分
マジか、3分の1で出なかったか、どうしよう。ちょっとすまん、ごめんなさい、フェイダーさん。僕の愛はここまでです。フェイダーさん、僕の愛はここまでです、フェイダーさん。すいません。もう無理です、フェイダーさん。やめてください。そんなに現れないでください、フェイダーさん。もう無理です。よし。ということで、とりあえず見に来た。とりあえず見に来ました。はい、まず、マロ。はい。な。おめてめえ、俺人の頭踏んづけてんじゃねえぞてめえ、こぶっ殺すてめえ、おいてめえぶっ殺す、逆だろお前、足とかについとけ、足の中かかととかについとけ、お前はかかとについとくら十分なんだよ。おい、まあでもかわいいな、かわいいな、なんかこいつ、あ、踏んでんじゃねえ、なんでブリッジすんだ、毎回ブリッジすんじゃねえ、やめろ、ブリッジすんな。でこれがアルファディマント、かっけえな、これかっけえな、アルファ D デカデカと宣伝できちゃうのこれ。いいね。かっけえけど、あれだね。フードは被れないね。これフードは被れないしようかな、多分。多分フードは被れないしようになってね。まあ、マローがいるから被んないかな。いや、そんなことないか。普通にフードは被れないしようですね。まあ、これ結構、いい宣伝になる。チー、アルファ D スポーツ。好評発売中。